アイリッシュコーヒーといえば冬の定番ですが、夏でも美味しく飲むことができます。今日はアイスのアイリッシュコーヒーをエスプレッソマシンを使ったエスプレッソで本格的に作る作り方をお伝えしようと思います。皆さんこんにちは。第一年華社の専属バリスタ上松です。今日はアイリッシュコーヒーの作り方をお伝えしようと思うんですけども、アイリッシュコーヒーといえば冬の定番のカクテルって、あったかいカクテルというようなイメージが強いと思うんですけども、アイリッシュコーヒーはアイスで作っても非常に美味しく飲むことができます。近年はコーヒーカクテルのブームが起きたこともあり、カフェでもアイリッシュコーヒーを飲める機会が非常に多くなってきました。コーヒーをずっと専門で扱ってきた方からされると、こういったお酒を扱いこなすのは難しいイメージがあって、アイリッシュコーヒーってどうやって作ったらいいんだろうって思われる方も非常に多いと思います。でも作り方を覚えれば非常に簡単に作れますので、今日はそのアイスのアイリッシュコーヒー、この夏用のアイリッシュコーヒーの作り方というのを詳しくこれで解説していこうと思います。またこういったコーヒーカクテルが入ることでお店の単価をアップすることができますので、アルコールメニューの取り扱いなども増やして幅を広げていくことが可能になります。あとこれからアイリッシュコーヒーを実際に取り扱われる場合は、アイリッシュコーヒーはもちろんお酒が入ったカクテルですので、お客様に提供される前には必ずお酒が入ったメニューであるということを確認いただくこと、あと未成年者には販売をされないようにくれぐれもご注意ください。それではここから実際に詳しく解説しながら作っていきたいと思います。はい、ではそれでは使用する材料、紹介をしていきたいと思います。少し揃えるものが多いですので、一つ一つしっかりとチェックをしていただければと思います。まず、ベースになるのはコーヒーと、あとウイスキーですので、ウイスキーは今日ここに並んでいるのはアイリッシュウイスキーの、非常に有名なブランドであるジェムソンというアイリッシュウイスキーなんですけども、使用されるウイスキーはアイリッシュウイスキーでなくても、スコッチウイスキーやあとジャパニーズウイスキーを使用しても構いません。アイリッシュコーヒーなので、アイリッシュウイスキーを使用するというのが一般的ではあるんですけども、最終的にどういった味に仕上げたいかというので選ぶウイスキーは非常に変わってきますので、ご自身のお好みのウイスキーを選ぶようにしてみてください。もし迷われる場合はもうアイリッシュウイスキーのジェムソン選んでおけばまず間違いないと思います。でジェムソンもですね、3種類ほど種類がありまして、こちら側からジェムソンの最もスタンダードなタイプのアイリッシュウイスキー、これはアイリッシュウイスキーで最もナンバーワンの売り上げと言われているウイスキーです。そして次にジェムソンのカスクメイツというウイスキーで、このウイスキーはですね、ちょっと今新しいデザインボトルに変わってるかと思うんですけども、通常のジェムソンに対して最後にスタウトビールの樽にですね、ウイスキーを移して、そのビール樽の香りをこうつけたようなウイスキーになっておりますので、フレーバー的にもすごくチョコレートだったりとかカカオっぽい感じの印象があります。そしてこのジェムソンのブラックバレルは、どちらかというとアイリッシュウイスキーの中でもかなり強い個性を持つウイスキーですので、今回アイリッシュコーヒーに使用するのであれば、このジェムソンのスタンダードかジェムソンのカスクメイツ、このどちらかの選択肢になるのではないかなと思っております。このブラックバレルだとややコーヒーの味がですね、このウイスキーに負けてしまいがちな時があります。それに対してジェムソンのスタンダードは非常にこうスムースで飲みやすいんですけども、スムースで飲みやすいがゆえにちょっとこうコーヒーのエスプレッソとかの味に負けてしまうこともありますので、私の一番のおすすめはこの間のバランスをとってカスクメイツが一番アイリッシュコーヒーで使いやすいウイスキーだと思ってますので、お値段的にも手頃に買える値段のウイスキーですので、ぜひとも購入して試してみていただければと思います。このジェムソンのカスクメイツも過去にはですね、ワールドコーヒーイングッドスピリッツというコーヒーカクテルを作る大会の課題競技であるそのアイリッシュコーヒーで、このジェムソンのカスクメイツを使って優勝された方も世界にはいらっしゃいますので、それだけ非常にアイリッシュコーヒーとも相性がいいということがご理解いただけると思います。少し長くなりましたが、これがまず今ウイスキーの選び方のポイントでした。そして他にあと用意するべき材料なんですけども、今日は甘さの部分では蜂蜜を使っていこうと思います。ただこれはですね、シュガーシロップとかお砂糖に変えていただいても構いません。蜂蜜の方が甘さの濃度が出やすいので、飲んだ時の飲み応えをこう出しやすくなります。
ですので、まあ、このアイスの冷たいアイリッシュコーヒーを作るときもこの蜂蜜で作る方が個人的には美味しく仕上がるので蜂蜜を用意していただくことをお勧めします。今日は赤い屋の蜂蜜です。蜂蜜もいろいろありますが赤い屋の蜂蜜が癖がなくて使いやすいと思います。そして生クリームです。で生クリーム今日はこの42と書いてあるものを使用してますが生クリームの濃度に関して言うと36とか37のものでも十分美味しくできます。この濃度が濃くなればなるほど生クリームの味が強くなりますのでコーヒーの味が負けやすくなります。ですのでそこら辺は使用されるコーヒーやウイスキーとの相性を考えながら生クリームを選ぶようにしてみてください。とあとは生クリーム泡立てる必要がありますのでこういったこれはですねミルクのフローサーですね。こういったフローサーがあると非常に便利です。そしてその生クリームを泡立てるための容器も用意しておいてください。あとは、まあ、コーヒーとウイスキーを混ぜ合わせていくこういったミキシンググラスなければお手元にあるミルクピッチャーで構いません。代用して使っていただければと思います。あと、まあ、こういったストレーナーというのがあると非常に氷を抑えて液体を吸うことができるので便利です。でこれは後で使い方を説明します。あとアイリッシュコーヒーのこのグラスですね。これはこのグラスでなくてももちろん大丈夫です。このグラスはあらかじめ冷蔵庫や冷凍庫に入れてしっかりと冷やしておくようにしてください。それではこのすべての材料と道具揃いましたのでここから実際に作っていきたいと思います。今日はエスプレッソおよそ 40g ほどの抽出ダブルショットですね 40g ほどを使ってアイリッシュコーヒーを作っていきたいと思います。今日は弊社の自家焙煎ブランドである山の目焙煎所のコーヒー豆を使用しています。はい、では今 40g ほどエスプレッソを抽出いたしました。はい、ではこの今ミキシンググラスこれミルクピッチャーで構いませんのでここにまずは蜂蜜を溶かさなければいけませんので蜂蜜をこの、ミキシンググラスもしくはミルクピッチャーの中に入れていってください。およそ 15g から 20g ほどですがこれは使用するコーヒーによって入れる量が変わってきますのでそこは皆さん味見しながら入れる量をレシピとして決められることをお勧めします。今日はチューブ化入りでやや味が強いですので 20g ほどの蜂蜜を入れています。ではここに蜂蜜の中にエスプレッソを加えていきます。で蜂蜜を入れたらしっかりと蜂蜜が溶けるように溶かしてあげるようにしてください。アレンジとしてはここにフレーバーシロップなどを入れてフレーバー付きのアイリッシュコーヒーなども作ることが可能です。そしたらここにアイリッシュウイスキーを加えていきます。ウイスキーの量は 20g から 30g ぐらい 20g だとややローアルコールな感じに仕上がりコーヒーのフレーバーやアロマなども残しやすくなります。 30g の量を超えてくると比較的ウイスキーの味が次は強く出てくるようになりますのでそこは作りたい味わいのコンセプトに合わせてウイスキーの量を調整するようにしてみてください。今日は 30g ほど入れて作っていきたいと思います。はい、ではウイスキーを入れたら軽くかき混ぜます。そしたらここに氷をしっかりと入れて液体を冷やしていきます。そしてしっかり冷えるまでかき混ぜていってください。はい、では今しっかりと冷えましたのでじゃあこれはグラスに移していきます。グラスは今しっかりと冷えた状態になってます。
念のためこの時の状態の味見を必ずするようにしてください。コーヒーの味が強すぎたり、もしくはウイスキーの味が強すぎるなと感じた時は、ここに少しだけお水を足して伸ばすようにしてあげてください。今日はちょうどいい濃度に全てが仕上がってますので、このまま作っていきたいと思います。そしたら最後、生クリームをフロートしていきます。生クリームは 45g ほど使用します。このまま生クリームを泡立てていきたいと思います。この時泡立てすぎると固くなりすぎて口当たりが悪くなってしまいますので、軽く泡立てるぐらいで大丈夫です。このフローサーであれば5秒単位ぐらいでこの硬さを見ながらやっていただくぐらいがちょうどいいのではないかと思います。はい、もう今ちょうど5秒ぐらいだったんですけども、もうこれぐらいで十分な硬さになっています。それではこのままフロートし、このままこのようにフロートをしてもいいんですけども、もしくはこういったバースプーンを使ってフロートをしてもいいんですけども、まあ、これご覧いただくと分かる通り、生クリームの上に粗い泡が出来上がっているのがご覧いただけると思います。でこの粗い泡が入ってしまうと口当たりがどうしても悪くなってしまいますので、個人的なおすすめとしましては、こういったティーストレーナーを用意いただきまして、このティーストレーナーを使いながらフロートしていくことで、この粗い泡を除去することができますので、非常に口当たりのいい生クリームのフロートが完成いたします。はい、まあ、このようにご覧いただいたら分かるんですけども、このように粗い泡がストレーナー側に残っています。はい、それではこれで完成です。非常に出来栄えも綺麗にできますので、こうお客様としてはこうインスタグラムとかにこう写真を載せてくださる方も多いと思いますので、少し手順としては面倒なところがあるかと思いますが、ぜひともこの作り方覚えてみていただければいいのではないかと思います。あとアイリッシュコーヒー、本当にですね、レシピが非常に、考案した方は天才じゃないかと思うぐらい本当に美味しい組み合わせのレシピになってますので、一度飲むとやみつきになるリピーターのお客様も出てくると思いますので、お店のメニューとして取り入れていただければと思います。また秋頃にホットのアイリッシュコーヒーの作り方も説明しようと思いますので、この動画役に立ったよと思っていただければ、ぜひ高評価ボタンと、あと第一電化社のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。